学校の休み時間に勉強しているのですが、周りがうるさくあまり <laughs> 集中できません。どうすればいいですかと言われてもどうすることもできないと思うんですが、どうすればいいですかそうですね。えー、また河野さん自身は休み時間に勉強されていましたかうん、まあ図書館っていう手がありますよね。うん。あの、学校に図書館ありますよね。うん。多分あると思うので、図書館で勉強すればいいんじゃないでしょうか。まあ基本ね、あのー、環境っていうのは変えたり、 するまあ環境を変えるっていうかその何て言うんだろう今あるものを変えようとするのではなく自分がもうどっか行っちゃうっていうのがすごくいいわけですよねスマホをつい,いじっちゃうよってなったらスマホを家に置いてどっか行っちゃえばいいとねえー、周りがうるさいなと思ったらうる,さうるさくないところに移動すればいいんですよね、うん、多分それが一番いい解決策じゃないでしょうか、まあ、僕自身はね休み時間に勉強は してる時とで、まあ、やばい時はまあさすがに自習室とか、まあ、図書館とかどこかしら行ってたので、うん、もうどうすることもできないのであれば逃げましょうその場からというところですはい <music>